じゃあ久しぶりの動画ということで、はい、まひとくんには面白い話を一つまずしてもらおうかなと。そうですね。わーい。わーい。なんすか。雑すぎるでしょその振り。してくださいよ、あのなんか地元でなんか三人ボコボコにしたとか、親父がヤクザだったとかそういう話。あまた誤解生むから本当に。昔のブーブーに聞かせてくださいよ、いつもみたいに。いつもお酒飲むとその話しかしないじゃないですか。本当っすよ。背中にラマの入れ墨があるとか教えてくださいよ。全部嘘じゃん。嘘で塗り固められてますよ、しょっぱなからてか金ランボ2台止まってますよ。は？え、怖い。このロビー課金したからといって強いわけではないから。まあそうだよな。うん、この間、真人が荒野行動で高級車を持ってる人たちは荒野行動を愛してる人たちだって動画で言ってたんですよね。俺のマジで？そう、はいはいはい、そう、愛してるからそうやって車を持ってるんですよみたいな。だからオッパスさんは昔荒野行動をすごい愛してたから昔いっぱい車を持ってたんですよみたいなこと言ってたんですよ。はい、ブラックジョークのつもりで真人は言ったんですけど、あのすいません、はい、僕の友達は荒野行動大好きで10万円課金したんですけど車を持ってないです、そういう人の気持ち考えてその発言言ってますかって超長文飛んできて、はい、いやばっ、さすが YouTube って思いながら、やばいっすね。僕の友達は10万課金したんで車を持ってない、でも荒野はお前らより愛している、好きすぎて好きすぎて仕方ないから刺しちゃったみたいな。どんまいだそれタイムリーっすね、うん、そんなに好きならしょうがないっていう。しょうがない。まあ弾けなかったのはドンマイだけど。ドンマイ。でもそう、荒野行動がそんなに好きだったら出るまで弾くだろう。それな。愛が足りてない。足りてない。だってさ、好きな人に好きって言ってもさ、その人に伝わってるかわかんないじゃん。で、うんうん。それと一緒で荒野行動には伝わってないんだよ。そうだよ。愛をお金で示すんだ。そうだよ。足りてねえんだよな。課金しやがれ。やべえな。え、ウコクちゃんいつもそうやって言ってスッパチャさしてるんですか。そうっす。やば。そうっす。そうっす。みんなありがとう。お金で愛感じてる。お金で愛感じてる。どうする、ウコクちゃん好きでこんなに出たよって言って瓶とか持ってくるようなマジのやべえやつ来たら。瓶の中にも全部あのもう白いジャムみたいな入ってる。やだよ、きめえな。本当にでも愛してるからこんなにいっぱい出たんだよって言われたら、うん、まあ確かになるじゃん。でもでもちょっとリスナーの嬉しくないですか。え、違う、本当に僕のことを好きなリスナーさんのは嬉しくない。なんか誰でもよくて、たまたまウコクちゃんでしこったとかだったら別にそんな軽い精子いらないけど、ウコクのこと愛して愛してやまないこの精子はね。お前やめとけって、本当にお前。やめないからね、お前。本当だよ。ライブ会場にいっぱいジャムの差し入れあるぞ、そんなこと言ってると。やだやだやだ、そう。新鮮なやつがいいから、やっぱ瓶の中に入れて持ってきてもらっては困る。ちょっと衛生的に良くない。鮮度は抜群だよ、だってライブしながら抜いたもんって。さて、どこ行きますか。マジで左上中二病の塊でクソ。今回名前をね、あのみんな本名にしてます。本名に本名にしました。本名に。こんな本名だったらいじめられますけどね、絶対絶対いじられる。こんな本名とか言って、それがもし本名の人がいた時の気持ち考えたことありますか。あの先ほどから発言がすごい軽率だと思われるんですけど、その点についてどのようにお考えでしょうか。すいませんでした。いやでも金ランボね、みんな当たってよかったよね。ジャングル俺ゲットできなかったけど。いや当たんなかったんだけど。そうですね、金ランボ最高でした。当たんなかったんだけど。当たんなかったんだけど。どうしたんですか。あれ、真人くん金ランボ出すのにいくら使ったと思いますか。5万ぐらい。いくらですか。11万です。それが愛だよな。愛だな。やっぱ愛感じました。感じる。大好きなんで。え、なわりには金ランボ装備してないこいつ。あ、だって金ランボ持ってるのはスマホ版なんですよ。え、愛足りてなくない。愛足りてない。愛ゴボ。やめて。嘘だろお前。それでいいのか。それでいいのか。ちゃんと言いたいことがあるんだよ。やっぱり荒野は楽しいよ。好き大好き、やっぱ好きってやっとけお前。愛はガチ荒野工場でしょ。そう、ガチ荒野工場。ガチ荒野工場は面白い。荒野にガチ恋していけ。ガチ恋していけよ。そういう企画曲上げる。15スコいらない、落とした。ありがとう。15スコ欲しい。15スコこっち。え、15スコいただきました。嘘。ヤウムに持たせろよ。
あ、アウン持ってんの？あ、そう、僕っすよ。僕持ってますよ。マフィー、SR の、マフィー、SR のサップあげる。はい。あ、ありがとうございます。やっぱアウンは人権なんだ。その代わり当ててもらわないとね。本当だよ。あ、まあまあ、そこは任せてくださいよ。当てらんなかったら、今度ギューギュー持ってもらおう。なんでそこにギューギューって下がるんすか。楽しみ。俺クムさんのチャンネルでなんか焼肉用って貼られてめっちゃ惨めな気持ちになったいや、もうちゃんと貼っといてよ。でも動くちゃんとはちゃんとあのツイッターのリプライで次もルーレットしようなって言っときましたからね。割り勘じゃなくていいしね。そこで割り勘だったらつまんないじゃないですか。やっぱルーレットなんだよね。またそうやって自分が犠牲になってくれるなんて。いやね、ギャンブル教の人たちは勝ちたくてやってるんじゃなくてギャンブルしたくてやってるから。そう。ああ、なるほどですね。そういうことですよ。失ってもいいから、うん、そのドキドキが欲しいっていう。回せたらいいってことなんですね。そう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 。すごい。ギャンブルっていうのはよ、やっぱ自分が傷つくリスクを負わないギャンブルなんて楽しくねえからよ。ヒイラギバミ一族としては許せないよね。ヒイラギバミ。ヒイラギバミミューコなんでよろしくお願いします。さあ、かけ狂いましょうっつって。まあ、聞いてください。あの、この間、ヒイラギミューと一緒にノドグロ食べに行った時、もうじゃんけんとか良くないっすかって言って割り勘にされました。あれあれギャンブル好きじゃねえの、うん、それでもギャンブラーの魂あるんすか。二人だとさ、盛り上がんないんすよ。あー、宅急便来た宅急便来た。ちょっと待って。待たしときましょう、ゲンガーのお前で。ちょっと待って、今いいとこって。何パンクさせた。なんかやばいよ。あ、パンク僕っすよ。あ、なんで。あ、びっくりした。なんかすることなかったんで。やば。マヒってプライベートでもやることないとチャリのタイヤとかパンクさせてるもんね、知らない人の。いやいや、それ見たことある僕も。マイアイスピックとかでそこら辺のタイヤさしてるもんね、マヒね。やばかったもん、あれは。いやいや、それじゃあもしやってたとしたらなんで友達やってくれてるんすか。ビジネスパートナーだしね。ああ、ビジネスなんだ。再生数持ってたらね、逆らえたらね。友達やめたらチャリパンクさせられるぞ。うわっ、きつい。またかよ。またかよって、パンクさせたことねえよ。パンクさせたことねえし、チャリ持ってないでしょ。いや、持ってる。あ、チャリ持ってるの？かわいい。なんかピンクのママチャリに補助輪つけてそう。確かに。確かに。確かにじゃないよ。上靴履いて乗ってそう。本当に乗ってない。なんかね、たまにね、リスナーさんで、ウゴゴの髪の毛に似てる子が、上履き履いて街歩いてたみたいなツイートとかしてるけど、上履きで歩くわけなくない。ウゴゴの履いてる靴って今どこのブランド。あれニューバランスかな。あー、かわいい。ありがとう。かわいい。待たせたな。ヒラキさん、ウゴゴの履いてる靴ってブランドどこでしたっけ。いいんすか。言っていいですよ。あの、ヒイラギミュウミュウっていうとこっすね。ボボボボボンボーンボボボンボン。え、今ウゴゴミュウミュウ履いてんの。ヒイラギミュウミュウかミラクルグッチチーのチー。はいはいはい。グッチチーのチー。はいはいはい。それあの、やらしいな。就職取り消されますよ、そんなこと言ってると。内定消えますね、それは。内定消えますよ、そんなみっともない歌歌ってると。ちょっとね、宅急便ちょっと空気読めない時間に来ちゃったんでね、全然喋れなかった。これからどんどん喋っていくぞ。お、いるいる。いる。おお、ナイス。ナイス。ナイス。さあ、そうだね、ラスト一人回復。回復。あ、いた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 。あそこ見えます？あの330方向っすね。330？ 歩いてます。あ、本当だ。撃て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 。あ、いた。あ、どこだ？頭かけられたな。オッケー、あ、そこだ。オッケー、ナイス。やばマッヒー、キルしすぎ。俺たちも取っといてよ。でもキルしてない人はいないですよね、さすがに。ああ、そうやな。あ誰だか分かりにくいわ。グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとヘッショ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない。ヘッショ食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす。奇跡を起こす。いけるいける。やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。